西行像西行は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての日本の武士であり、僧侶、家人。俗名は佐藤のりきよ。のりきよ、のりきよ、の利よとも記される。西行は豪であり、僧名はエに、後に大本坊、大宝坊、大宝坊とも称す。和歌は約2300首が伝わる。直線衆では鹿衆に書出。 潜在二十8衆、新古今二九9 4衆をはじめとして21大衆に、計265衆が入り線。歌衆に、三歌衆、三歌新十衆、聞き書き衆。その逸話や伝説を集めた、説話衆に、先修賞、西行物語があり、先修賞については、作者と目される。誕生は、元長元年。父は、左衛門の城。 佐藤安清、母は剣持、源、清常女,女である。父兄は、藤原ウ名を祖とする魚名流藤原氏。佐藤氏は、のり清の祖祖父、高清氏の代より称す。祖父の佐藤末をも父の安清も F に仕え、木の国田中僧を地行地としていた。母系については、よくわかっていないが、源の清常については、交渉があり、 文部に秀出た人物だったとされている。祖父の代から徳大寺家に仕えており、古今著文集の記述から自らも15から16歳頃には徳大寺実根義に出資していた。長周記によると、法苑元年に左兵城に任ぜられ、さらに飛ば院にした北面武士としても奉仕していた。この頃、徳大寺公への菊の会に招かれ、 藤原宗介が献上した菊の歌を読んでおり、すでに歌人としての評価を得ていたとされる。法演6年10月、出家して、再業奉仕とこうした。出家後は、東山、佐賀、倉間など諸所に草案を営んだ。30歳頃に、道の国、最初の長旅に出る。その後、旧安4年前後に、高野山に入った。忍談3年には、 ストクインの白峰寮を訪ねるため四国へ旅した。これは、江戸時代に上田明成によって、右月物語中の一編、白峰に仕立てられている。また、この旅は、工房大使の遺跡巡礼も兼ねていたようである。高野山に戻り、自称四年頃に伊勢国に移った。文治二年、東大寺再建の肝心のため二度目の道の区域を行い藤原秀平と面会。 この都市に、鎌倉で、源頼朝に面会し、華道や武道の話をしたことが、あずまに記されている。伊勢国に数年住まった後、河内国石川郡広川にある、広川寺に、いおいし、研究元年にこの地で入塾した。去年73。かつて、願わくは、花の下にて、春死南その木更木の持月の頃と読んだ願いに違わなかったとして、 その生き様が、藤原定家や慈園の感動と共感を呼び、当時名声を博した。西行の生誕地は、佐藤氏の支配した木の国田中荘であるとする説と、佐藤氏の生活の基盤は京都にあり、京都が生誕地であるという説がある。西氏の存在については、否定説と肯定説がある。尊卑文脈では、権利氏流星という男子があるとする。また、 採行物語絵巻では、女子があるとする。さらに、尊卑文脈には兄弟に、中清が見えるが、採行の兄とする説と弟とする説がある。採行防止、嘆けとて付き合わ物を思わする過去違うなるわが、涙かな、後鳥場院極伝に、採行は面白くてしかも心事に深く、ありがたくで出来がたき方も共に、あひかねてみゆ。聖徳の歌人と、としゆ。 おぼろげの人、真似びなどすべき歌にあらず、不可説の上手なりとあるごとく、藤原俊贅と共に新古今の新風形成に大きな影響を与えた歌人であった。歌風は率直出実を胸としながら強い情感を照らうことなく表現するもので、気の歌はもちろんだが、伝歌や造歌に優れていた。陰性前期から流行し始めた陰逸趣味。 陰性趣味の和歌を完成させ、研ぎ澄まされた石量寒弱の微運子をそこに盛ることで、中性的助成を準備した面でも功績は大きい。また俗語や加護ならざる、語、歌の中に取り入れるなどの自由な読み口もその特色で、当時の俗用や小歌の影響を受けているのではないかという説もある。後葉羽が採用をことに好んだのは、こうした閉俗にして、 気品すこぶる高く、簡弱にしたあでっぽい花風が、彼自身の作風と共通するゆえであったのかもしれない。和歌に関する若年時の自責はほとんど伝わらないが、ストックイン下段にあって、藤原春勢と交を結び、一方で、年江が主催する歌早支援からの影響をも受けたであろうことはほぼ間違いないと思われる。出家後は、三居や、 旅行のために花壇とは一定の距離があったようだが、文治3年2次火号、ミモスソ川歌合わせをなして、春勢の藩を来い、またさらに次家号、宮川歌合わせを作って、当時未だ一回の新進火順に過ぎなかった、藤原定家に藩をこうたことは、特筆に値する。しばしば採業は、花壇の外にあって、いかなる流派にも属さず、式たりや伝統から離れて、 自らの個性を貫いた歌人として見られがちであるが、これは明らかに誤った西行間であることは強調されねばならない。あくまで西行は陰性期の実験的な新風歌人として登場し、藤原俊税と共に潜在衆の主張となるべき風を完成させ、そこからさらに新古今へと繋がる流れを生み出した花壇の中心人物であった。後世に与えた影響は極めて大きい。 言葉印をはじめとして、葬儀、芭蕉に至るまでその流れは尽きない。特に、室町時代以降、単に歌人としてのみではなく、旅の中にある人間として、あるいは歌と仏道という二つの道を歩んだ、人間としての作業が損失されていたことは、注意が必要である。葬儀、芭蕉にとっての作業は、あくまでこうした全人的な存在であって、 歌人としての一面をのみ切り取ったものではなかったし、先週賞、採行物語をはじめとする、いかにも採行らしい説話や伝説が生まれていった、ゆえんも、またここに損する。例えば脳に、江口があり、長唄に、しぐれ採行があり、あるいはごく貴族長題として、富士見採行があり、各地に、採行ののぐそな歩行費が残っているのはこのためである。 和歌山県木の川市の西行法師増出家の際に、衣の裾に取り付いてなくこう、縁側から蹴落として、家を捨てたという逸話が残る。この出家に際して、以下の句を読んだ。ある時西行に、ゆかりの人物が、スト院クの直感をこうむった際、院に許しをこうと、スト院クは次の歌を読んだ。三歌集。対して西行は次の変化を読んだ。玄火事は、旧時代。 振り仮名は歴史的仮名遣い。振り仮名とスペースは現代の補足。心なき身にも哀れは知られけりしぎ立つ沢の秋の夕暮れ交互解釈例一、一般的解釈括,括弧、な内は補足文。私のような風流を介する心まで捨てたはずの出家のみであっても、しみじみとした趣向きは自然と感じられるものだな。しぎが飛び立つ沢の夕暮れよ。 交互解釈例に、知らす、政子の解釈括弧、庫、ないは、補足文。物の哀れを知ることが不十分な、私のような身であっても、しみじみとした思は、自然と感じられるものだなあ。死儀が飛び立つ、沢の夕暮れよ。何事のおわしますおば知らねども片付けなさに、涙こぼるる。西行小人集以下の歌を生前に読み、その歌の通り、陰暦2月16日。 釈尊涅槃の日に入赦したと言われている。涅カは、花の下にて、春品、その木さら木の餅つきの持ち月の頃、三花州涅カ,カは、花の元にて、春品、その木さら木の餅つきの持ち月の日、俗古今は花州花の下を、下と読むか、元と読むかは出典により異なる。なお、この場合の花とは、桜のことである。その欲望の意味するところは、 下野区の木更木の満月の頃つまり年半の頃に朽ち果てたいということである。先週章に西行が人造人間を作ろうとしていた記述がある。鬼の人の骨を取り集めて人に作りなす霊、信ずべき人のおろ、語りはべりしかば、そのままにして、広木屋に出て骨を編み連らねて作りてはべりしは。ようやく高野山に住んでいた頃、野原にある死人の体を集め並べて、 骨に悲壮という薬を塗り、反言の術を行い人を作ろうとした。しかし認めは、人ではあるものの血相が悪く、声も、過細く魂も入っていないものができてしまい、高野山の奥に捨ててしまったという記述がある。不見前中なごんろ中に合い作り方を教わるものの、つまらなく、重い、その後、人を作ることはなかった。西行の子、流星の子孫。 佐藤正峰の子が長塚正家であるという伝説がある。採行案、採行案、採行案と呼ばれる採行が結んだとされるり跡は複数ある。京都の宮女庵は明治26年に当時の庵主、宮田将文と富岡鉄斎によって再建されて、現在も観光名所として利用されている。その他にも吉野山の奥千本にある採行案が有名であり。 全通寺市には水茎の丘採用案がある。採用方仕に関するカテゴリー。ありがとうございます。